西小江バス便、長崎県営バス便、長崎佐世保線は、長崎県長崎市と佐世保市を結ぶ高速バス路線である。特に相性が設定されていないため普通、長崎佐世保線と呼ばれるが、場合によっては本来運行系統の区別上の名称であるスーパーノンストップ号などと呼ばれることもある。長崎県交通局と西小江自動車によって共同運行されており、西、本記事では、 長崎市と佐世保市のハウステンボスを結ぶ長崎、ハウステンボスウィンズ佐世保線についても記述する。長崎自動車道、西九州自動車道を経由して、長崎市の長崎駅前と佐世保市の佐世保バスセンターの間を結ぶ路線で、西越自動車運行の一部の便は、サザバスセンターまで乗り入れる。座席定員制で、長崎スマートカードやサンクパスの利用が可能である。運行系統は、 主に、長崎市内の経路によって、次の5つに分かれる。スーパーノンストップノンストップハサミアリタインターチェンジ、イサハヤインター経由。ハサミアリタインターチェンジ経由、イサハヤインター経由。佐世保行きは乗車のみ。長崎行きは後車のみ可能、長崎行きの校車のみ可能、長崎行きは乗車のみ。佐世保行きは後車のみ可能、双方向に乗降可能。通過。または、無印。 経由せず前身は一般道を通って長崎と佐世保を伊佐原大村経由で結ぶ特急急行バス路線で長崎県交通局と西小江自動車の相互乗り入れによって運行されていた一部の便は旧北松浦郡田平町の平戸口桟橋まで1977年の平戸大橋開通以降は平戸桟橋まで直通運転されていたその後 1982年に、長崎自動車道の部分開通により、長崎佐世保間の特急バスを置き換える形で、高速バスの運行を開始。1990年には、長崎自動車道、竹尾北型インターチェンジ大村インターチェンジ間と、西九州自動車道の開通によって、経路を変更し、現在のノンストップとほぼ同じ経路を運行するようになった。 同時に平戸までの直通便の一部も高速バスに置き換えられ、またこの頃までは一般道経由の急行バスも存続していたが、平戸直通便は翌1991年に、急行バスも平戸口山橋までの直通便も含めて1996年に廃止された。高速バスは徐々に増便され、1992年には長崎市内を 長崎県道235号昭和馬町線、西山町出入口、長崎バイパス長崎タラミインターチェンジマイナスと経由するスーパーノンストップが運行開始した。2007年にはサザバスセンターまでの延長運転、及び長崎、デジマ道路経由のスーパーノンストップの運行が開始された。二千十一年十一月一日のダイヤ改正により、それまで スーパーノンストップであった西山バイパス経由がノンストップへと変更され所要時間が10分伸びた2012年1月10日にはサザバスセンター発着便の始発地がサザインターに変更された2013年6月17日のダイヤ改正による大幅なリニューアルでスーパーノンストップが増便されることに伴いノンストップ便は廃止されたこれにより 諏訪神社前バス停留所は廃止され、中央京バス停留所は校舎専用となった。また、西小江自動車もスーパーノンストップを運行開始し、長崎業の一本はサザインター発となった。また、校舎専用だった大橋バス停留所が乗降可能となり、さらに昭和町大橋間に長大裏門前バス停留所が設置された。二千十四年十月一日のダイヤ改正より、 佐世保バスセンター、佐々インター、佐々バスセンター間の乗降が可能になった。また、長崎行最終便の始発地が、佐々インターから、佐世保バスセンターに変更になった。2019年4月1日のダイヤ改正より、ノンストップ便、確定便の一部に、諫早インターの停留を開始した。佐世保市のテーマパークハウステンボスと長崎市を結ぶ、バス路線。 2010年3月をもって一旦路線が廃止されたが、同年10月に長崎県交通局が単独で運行再開した。土曜、祝日、お盆、年末年始限定の1日に往復の運行。長崎佐世保線と同様、座席定員制で長崎スマートカードやサンクパスの利用が可能である。括弧内の数字はハウステンボス発便のものである。 ハウステンボスの開園と同日の1992年3月25日に、長崎県交通局、西小井自動車の共同で1日18、往復運行を開始した。しかし、並行する JR 九州の長崎本線、大村線の快速、普通列車に比べ利用は低迷し、減便を繰り返した。2005年3月31日、長崎県交通局が、 路線撤退して西小井自動車の単独運行となり、その後ウィンズ佐世保まで乗り入れて、収支改善を図ろうとしたが、2009年に施行された ETC 休日割引により、マイカー利用が増加した影響で、さらに収支が悪化し、2010年4月1日、路線を廃止した。なお、この時点での停車地は、長崎駅前、中央橋、諏訪神社前、枯木根、本町、 川棚なバスセンター、ハウステンボス、ウィンズ佐世保。その後、同年10月2日、長崎県交通局が単独で土曜、祝日、お盆、年末年始限定の1日に往復で運行再開した。ありがとうございます。